俺はこの景色結構気に入ってたんだけどな、誰かに教えたかったわけじゃなかったんだが。どうだ、この景色を見て。どんな感情になる、どんな考えに浸る、参考程度に教えてくれよ、出来損ない。知るか、お前と四季桃夜の作品は中でも一二の力を持ち、だが一二を誇る失敗作だ。それはただ付け合わせ程度では真似できないカゴがついて回ってるからな、能力までは見せることができても特性まで見せるのは不可能。つまり、俺はお前の姿を真似てはいるが一切の別物、お前の感性なんて理解できねえよ。そうか、残念だ、俺の感情を1ミリでも理解できるなら俺が求める理想の答えをお前が持ってると思ってたんだがな。最後だ、お前は俺に成り代わりたいのか。まとえないな、この事件の目的には興味ないんだな。答えはノーだ、別にお前に興味はない、強いからこの姿を選んだ、それだけだ。よくわかった、無駄な時間を使わせたな、その分早く終わらせるから協力しろ。瞬間。全員もお前のクローンだぞ。その程度くらい容易に止める。俺は最高傑作の中で一番強いからな。そうか。60発中5発ヒット。早い、早すぎて最後の方追いつかなかった。随分控えめだな、世界最強にしては。そうか、そうかもな。興味なさそうに仕上がって、お前のクローン相手にしてんだぞ。その余裕、今に公開させてやる。ねえ、避けた、聞いている、逃げれると思うなよ。天前、まあ、避けきれるもんじゃねえな、あれは。いろいろわかった、もうあいつから得られる情報もないな。嘘だろ、なんで俺の拳があいつにかすりもしない。俺は七刀屋のクローンなんだろ。俺の情報が古いのか、いやたった1年前だ、あいつは1年前に比べて大きな成長はできないはず。だって、そしてまだ死ぬな、死んだらギリアンがまだ浮かばれない。舐めるなよ、俺はお前の奥の手、式キリン式が使える、お前が失明した片目も持っている。特にキリン式も使えない、片目を失った欠陥品ごときに俺が負けるなんてありえんのだ。そうか、お前は強さを勘違いしている、技なんて所詮は自身の強さを助長してくれるものに過ぎない。俺を研究して模倣した割には額が浅いな。どうけ、俺を語るならせめて10年以上戦い、生き抜いてから語れ。くっ、るなよ。欠陥品。お前もそこのビリアンのようにしてやるよ。七次臨時期。それにしても裏切る度胸あったんだね。気づかなかったな。野望なんて大層なものあるとは思えなかったんだけど。野望は常に黙っておくもの。自慢げに話すことじゃないんだよ、シェイン。それにしてもアンチマターうざいな、至るところに。これじゃあ動けないだろう。お互い自分の空間を作ることで有利になる戦闘スタイルだしね、フィールドは最低限確保しておきたいんだよ。ほらほら動きなよ、物質と反物質がぶつかった時、莫大な破壊力が君の体を壊すよ。反物質、扱うものとしては現隊長たちとは比較にならないほどの代物、だがその分扱いも困難を極める。例えば、僕が莫大な質量を持つ物質を虚構で作った時、お前は素直に反物質を僕にぶつけることができるのかな。反物質との衝撃質量が大きいほど破壊力も桁違いのものになる。だけどそれはこんな街中でホイホイ使える代物じゃない。理屈さえ知っていればお前の抑制も簡単さ。あ、そう。早い、こいつにこんな速さが。アンチテーゼ。まずい、この光を直視したら。ちなみにさっきの答えだけど、お構いなく、ちゃんと外側に発するエネルギーと内側に抑えるエネルギーを調和してるから。こんなどの危険物よりも危険物な反物質扱ってるんだよ。対策考えてないわけないでしょ。すごいな、破壊力だけならマジで地球防衛軍一だぞ。さて、私は嘘つきな後輩を教育してたわけだけど、その嘘つきを黙らせる方法って覚えてる、偽物くん。知らないなぁ、あいにくそんな気を引き継いでないからさ。あれ、僕、もしかして震えてる、引き継いでないのに。鉄拳制裁と圧倒的真実と現実、量は喋らせない、嘘にはうざったいほどの真実をぶつければいいだけ。アンチマターカルテルト。おいおい、町壊すかよ、悪よりも悪じゃねえかよ。町が壊れたなら直せばいい、人が死んだらお前らがやったっていうからノープロ、割り切っていかないとね、正義の味方だって価値観変わるもんだよ。俺よりクズじゃねえか、よくもまあそれで正義の味方って言えたな。あんまり褒めないでよ、それよりダメージ受けてないね、本物どこ。まさか、本物は高みの見物決めてるなんてやってないよね、小物臭いからやめろって言ったよね。いたずらにも程度があるよ。いた、随分近いね、本物より扱い切れてないみたいだね、よ
こう。本物が分かればお前の相手をしてるだけ無駄。バカが、そっちが偽物だ。今僕は受けたダメージを虚構で見えなくしているだけ。一生偽物と戦ってろ。さて、僕は身を隠させてもらう。そうすれば僕に有利な隠れんぼが成立するからな。あなたが本物ね。他のみんなは大丈夫かな。仮にも隊長クラスのあんな代物が他にもいたら。大丈夫だ。今この東京には苦戦を乗り越えた奴らが揃っているからな。20年前の事件は聞いているか。はい、悪神教君主4名の襲撃ですよね。ああ、今みたいな絶望的状況だった。だがそんな君主4名を倒した奴らは今もまだ健在だ。当初はパトくらいの未熟者だった。だが今は役職は違えど、この20年という月日が当時よりも彼らを強くしている。そんな奴らが今東京にいる。それだけでも十分だ。お前の主、大会の俺を参考にしたな。威力が大会レベルの時とほぼ同じだ。大会で使ってる前衛は本来の威力の1割だ。俺の真似事するならそこくらいは学習しておけ。ガハ。今ので3割だ。身の程を知ったか。失敗作。タフだな。まだ反抗する度胸があるんだな。舐めやがって。なんだ、こいつに触れられない。断り支配。一気に吹き飛ばされた。なんだこの力は。断り支配単体で使うことは大会では今までなかったな。俺に触れた瞬間から俺の断りに支配する福読み家代々の能力。俺に触れたら最後、お前は俺のおもちゃだ。脳裏によぎった、光側が悪神教の君主に手を出すなと言われるように、闇側も光側で手を出すなと言われている人間がいる。これが世界最強、福読み発行。消えろ、天前。あれが真の天前。規模が違いすぎる。俺を測れると思うなよ。くたばれ、指揮棒やー。くたばるのはお前だ。あーなんだね。よくも仲間を。うまくいかせ。な。指揮霊王に、霊王を攻撃。聖剣流、聖剣攻破戦？嘘だろ。嘘つく暇もないだろ。君主相手なら東野もあの緑虫も苦労するでしょうよ。あの時の事件を解決に導いた3人がいるんだ。これほど心強いものはねえよ。どんなに絶望的でも最後は勝つ。そう信じて戦うんだ。ちょっと、私普通に勝ててたのに、一番いいところ取られた。というかややこしいところに偽物をくなって話だよ。あの子には悪いことをしたわね。でもあのままだと本物が逃げてたからどうしようもなかったのよね。まあどうせ誰にも見られてない戦いだし、あの子のことだから自分が倒したって言い切りそうだし、いいか。さて、どうしたものか。嘘に騙された私の落ち度だけど、ファルドラごときで助けが必要だったって思われるのが嫌だな。仕方ない、教育係のプライドもあるし、別に意地になって倒すほどでもない。ってことにして雑魚扱いしちゃおう。気にしてませんけど、眼中にないですしおっし、みたいな済ました態度でいたら白鵬も追求してくんでしょ。さて、シェインのやつどうなったか、賢いけど単純だからな。どうせ戦いに勝ってても嘘にドヤ顔で騙されてそうなんだよな。どうせ勝つそうとするし、突っ込んでも面倒だからいちいち話題にしねえけど。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。